アシュレディオ。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。今日はちょっと質問をいろいろ、面白い質問がちょっと来てまして。面白い質問、そんな質問あるんですか。ちょっと今日は真面目な回になりそうな気がするんですけど、質問としてはですね、組織のあり方について教えてください。ほう。ティール組織についてアシュラさんのご意見をお聞かせください。ティール、ティール組織なんぞ。なんかそんな組織があるらしいですけど。何それ。ティール組織ですね。ちょっと調べてみましょうか。いや、僕なんかワードだけ聞いたことがあって、アシュラさんちょっとご存知かなと思ってますけど。誰が作ったのティール組織なんて。いや、なんかそれこそ最近のベンチャーとか、うん、なんかスティール組織っていう言葉を使ってるところは多くて、調べて調べて、ちょっと今調べてるんですけど、ちょっと読んでもいいですか。うん。ティール組織はですね、個人が意思決定できるフラットな組織、組織と個人の目標や目的が一致していることが特徴、現場のメンバーが必要に応じて意思決定を行うっていう。ほぼ無理だね。ネットフリックスの話を。多分それ無理だね。ほぼ無理。なんでかっていうと、はい、めちゃめちゃ採用に依存するから、うん、でそれって多分日本だと年収2000万ぐらい一人のプレイヤーが、うん、ぐらいの組織かな。あ、それは成立する、まあ、少数精鋭の超優秀組織みたいな、うんうん、それは成立する。でも普通の会社がティール組織を目指すのは 100% 失敗する。あ、 100%。ティール組織から作っていくイメージじゃないと無理ってことですよ。なんかその今ある組織をティール、僕たちをティール組織にしようみたいなのは無理ってことですよ。無理無理無理、絶対無理。なんか5つの組織モデルがあるみたいで、うん、今調べてるページだと、うん、まず一番上がティール組織、うん、今言ったような内容なんですけど、うん、その下がグリーン組織、うん、メンバーが主体的に行動できる組織、うん、ボトムアップ式で意思決定を行うことが特徴、うん、メンバーの個性が認められているが決定権はマネジメント側にある、うん、っていうものがまず2つ目で、続いてオレンジ組織、うん、目標達成を第一に考える合理的な組織、うん、メンバーが成果を上げながら組織が柔軟に変化できることが特徴、うん、組織の成果のために数値管理が徹底されている、うん、なんかちょっと営業会社っぽいイメージですね、うん、その下がアンバー組織、うん、トップダウンの階層的構造を持つ組織、うん、安定した組織運営ができることが特徴、うん、メンバーの階級や制度によって秩序が保たれている、うん、これ一般的な会社、ね、大企業、大企業、うん、続いて圧倒的な支配者がトップに立つ組織、うん、衝動的な行動によってすぐに手に入る利益を求めることが特徴、うん、以上です。最後のやつはなんか取ってつけたような、何もさ以前の3つのやつの話が違う。ビーツは多分オレンジじゃないや、そのグリーンか。あー、グリーンっぽい感じ。うん、確かに。で、3つ目なんつったっけ。オレンジ、あ、違う、オレンジの次アンバー。ああ、アンバーはもう大企業以外になりたくないね。うん。あ、で、アンバー型の会社を目指そうと思う会社は今後めちゃめちゃ苦しむよ。ほう。多分もう無理だね。なんかこれはある意味以前もラジオで話したメンバーのモチベートするために、そう、モチベートするためにポストを作んなくちゃいけないから、うん、なんか次長、課長、局長、役員、あ、係員、うん、係長、なんか何とか長、何とか長、何とか長っていう風に、うん、そのモチベートしなくちゃいけないっていう。うん。で、本当はそれがティール組織だったら、それ全員中間管理職全員クビにするんだよ。ああ。それがなんかネットフリックスとか、うん、そういう話。で、一番その従業員にとって いいのはどこでしょう。従業員にとっていい。どういう意味でいいっていうことですか。なんか生活が担保されてるっていう、いろんな意味で、いろんな意味で、あ、総合的にですね。おー、努力をせずに済む。努力をせずに済む、うん、アンバー。そう、さすが元アンバー、元アンバーなんで。そうだね。でもなんかこうやって見ると確かに面白いですね。なんか今これをきっかけに組織を調べましたけど、ティール組織は従業員にとってすごい聞こえがいいんだけど、うん、マジで回んないよ、うん、マジで回んない。なんか責任の所在が難しそうですね。なんか特にティール組織っていうのはまさにその個人の責任が明確になってないと無理で、うん、で責任っていうのはお金と、うん、継続だから、うん、
だからその TU 組織 の, その個人に裁量があって、個人が場合によって個人で決定を下して個人で実行ができるわけ、うん、それ失敗した時の、リスクっていうのは個人が全部負う。つまりそのプロジェクト失敗したらお前1000万払えよっていう話、うん、だとしたらそれは成立するんだよ。でもそれをやりたい、それをやりたいって人はいないじゃん、うん、でもその TL 組織の話だけを聞くと一般の人は、あ、なんかそれ良さそう、自分で全部できるんだ、うん、上司にガミガミ言われないんだってイメージでやったら死ぬよ、うん、責任取らないですもんね、その人、うん、莫大な借金を抱えたほうがいい。でそもそも個人の短絡的なメリットで成立する組織じゃない、うん、なんかある意味もう全員が株を持ってて全員がなんか取締役でみたいな、その C〇〇O みたいな人だけのなんか組織みたいな、うんうん、それも成立しない。ああ、そうなんですね。それも成立しない。でもなんかティール組織を目指すぞみたいなことはなんかよく聞きますけどね。そうなんだ。今のなんかベンチャー企業とかわかんないですけど、チームビルディングしたことないと思うよ。おお、マジで足なほどチームビルディングを経験した人間がまずいないからなんかチームビルディング、いや、キャプテンもやったことないじゃん、うん、多分普通の人って。ベンツの時に思ったの、それ。あ、自分の部長さんがいて、うん、部長さんが40から50の間ぐらいで、うん、あ、多分なんか初めてチームを持ったんだろうな、初めて人の上に立ったんだろうなって、うん、まあ確かにそれは TL 組織がなんかそれっぽいから憧れるっぽい感じあるけど、逆に部活とかいう観点で言うとどれが理想なんですかね、うん、部活？部活グリーンでしょ。グリーンか。ああ、監督がマネジメントがってことか。うん、そのこの間、慶応のアメフト部のユニコーンズっていう、はい、ところのちょっとコンサルも入りたいなと思ってて。ほう。選手主体、選手主体って言うんだけど、うん、選手主体って言って全ての選手に任せるのはその経営陣のもう悪中の悪なんだよね。怠慢的な。怠慢、そう。そうじゃなくて、その経営陣とかマネージャーって レガシーをちゃんと作んなくちゃいけないから、うん、だって4年生、大学4年生は卒業するわけじゃん。で、3年生が4年生やって、おい、4年ちゃんとやれとか言われても、なんか分かんないじゃん。でそういうのをちゃんとストーリーを持って教えてあげないといけない。じゃあなんか、一番、なんだろう、努力しなくていいっていう観点で言うと、やっぱ従業員はアンバーがいいと思うんですけど、うん、仕事を楽しむじゃないですけど、なんか仕事に夢中になれるとか、なんか、責任と楽しさみたいなのバランスがいいのはグリーンとかなんですかね。やりがいというか、やりがいは結局お金もらったら楽しいから、うん、だから稼げる方がいいじゃない、うん、だからアンバーとかは、うん、お金は時間によって増えるから、うん、ポストによって増えるから、だから結構不思議だよ。アンバーってのは仕事をしなくなればなるほどお金が増えるから。おお、残業みたいな。努力をしなければなるしなく な, なくなればなるほど給料増えるんだよ。だから課長とかそうでしょ。ああ、部長とか仕事してねえじゃん。そう、まあ仕事してからまあ出世をしたかというよりはどっちかというと年次の方が大きい。年次もそうだし、昔仕事したから、うん、だからなんか日本企業の作り方が昔頑張ったから楽できる、今楽できるっていう、うん、それはなんか一斉リストとかされるよな。うん、確かに。なんか給料は右肩上がりで上がっていくのに、なんか頑張りはどこかを境に下がっていくって、うん、おかしな話ですもんね。そう、だから本当にベンチャー企業は絶対中間管理職作っちゃダメだよ。ポストを作っちゃいけない。役員と役員マネージャーを少数にして従業員を増やす。ああ、どっちか。うん、だからその中小企業、ベンチャー企業に入った瞬間に役員になるのか役員にならないのかっていう意思決定をまず従業員するべき、うん、あ、なんかふと疑問に思ったんですけど、僕はまあ知らないだけなんですけど、なんか役員と普通の従業員の違い、うん、まあ、その会計的に役員報酬でもらうかどうかとかはなんとなくイメージつくんですけど、うん、なんかその法的な責任の所在というか、なんかそういうのでなんか違いあるんですか？ない。もう ほぼない。言ったもん勝ちみたいな。役員は給料が上がらない。
あ、固定給、うん、あの基本的にはね、うんうん、ぐらいだね、税務的にも。あとはもうその会社が C〇〇O って言いたいかどうかみたいな感じですか、うんうん。まあ、あとその株主で上場目指してる会社だと役員誰なのっていう話になるよね、うん、あ、その特に役員が優秀かどうかっていうことよりも役員が何をしてきた人なのっていう。あ、もともと Google の CTO で見たら、ああじゃあいいね、なるほど。だから結局なんか結局 何系なのそれっていうっていうのあるよ。じゃあ大丈夫かみたいな。ああなるほど。でもそんな明確に従業員から、まあ、部長から役員執行役員になったからどうかみたいなのはそんなに関係ないです。何の話？あの特に大企業とか。あ、大企業、あ、大企業はだからもう本当にモチベートでしかないよ。あ、で大企業っていうのは一般的にその叩き上げを、はい、叩き上げを役員にすることによってモチベートさせるからね、うん、あの人は営業出身で、ああ、じゃあ俺もそこがあるかもしれないんだ頑張ろうみたいな夢を見せる。そう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 、実はな、あの次の頭取ってもともと何とかしてるのは営業マンだったらしい。ああ確かに、もう必ずそうするわけよ。それはもう成功法なの。でもどこまで行っても大企業 あの役職はもう全部モチベートでしかないってことですね。そうだね、本人のモチベートもあるし下の、あ、この人こうなれるんだみたいな。ところがやっぱりそのいろんな、まあ、大企業とは社会的な責任もあるし、うん、政治ともズブズブだし、うん、結構むずいんだよね。だからどうやってそのわ、なんかなんかわけのわかんねえキモいおっさんをなんかモチベートするためだけになんか年収2000万にしちゃったなみたいな、あ、こいつどうしよっかなみたいな、仕事してんだけどなみたいな人がもうめちゃめちゃいるわけよ、うん、あー、じゃあもうコロナ起こすかみたいになるわけじゃん、うん、じゃあコロナになったんでもうちょっと帰ってくださいって言って、すいませんちょっと早期退職してもらってもいいですか、うん、っていう。あ、じゃあある意味そうやって、まあ、大企業そういうのがもう当たり前になってる大企業に、じゃあちょっとそこの大企業がちょっと傾いてるから立て直しで外部からちょっと若いコンサルだったりとか、なんか優秀な外部役員というか顧問が入った瞬間ハゲたかみたいな。ああ、そう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 、だからその大企業ってのはコロナっていうのをちゃんと利用して人件費を大幅削減したのよ、うん、すいませんコロナなんでもうちょっと高い給料払えないですってクビにするわけよ、うん、ああ、いい新陳代謝ってことだったんですね。すいません、コロナなんで残業代ちょっとなしにしてもらってもいいですか。電通とかは本当に固定給と同じだけ残業代で稼いでる。月何時間ぐらいなんですか。知らん。なんか100超えたらそういう労働基準監督署みたいなところに相談できるみたいな聞きましたよ。いや違う違う、相談とかじゃないの。相談とかじゃなくて普通にみんな残業したいの、うん、残業はしたいっていうのも残業をつけたいわけ、うん、だ飲みに行って帰ってきてもそれ飲み行って時間も残業だって、うん、でそれがもうまかり取ってる時代だから、うん、なんかもうバブルだったわけじゃん。だからなんか国からしたらこれぐらい残業したら危ないので相談していいですよっていう制度を作ってるんですけど、逆に働いてる側それをそっちを希望してやってるっていう問題っていうのが、デビデビ、なんか国としてはじゃ例えば残業100時間するとするじゃないですか。例えば国だったり本来の制度としてはそれって危ないことだから助けを求められますよ、100時間っていうのを強制させられてるので、そこまでいったらさすがに助けを求めることができますよって制度にしてるにもかかわらず、うん、なんかその現場はそれをもう相談とか関係なくそれを希望して稼ぐためにやってるっていう。ああ、そうそうそう、それはなんか問題ですよね。なんか誰だと思うんだろう、その自治体というか国と民間のなんか認識の違いというか。それ別に誰も問題ないんじゃない、電通が給料払うだけなんだろ。ああ、でもそれが中にはお前働けっつってんだろ、お前早く終わらせろよっていう、うん、その労働時間じゃないんだよ、うん、いじめなんだよ、うん、っていうのがあったから過労死問題とか出てきた。ああ、なるほど。仕事が忙しくて病む人っていうのも仕事が忙しい時にいじめられるから病むんだよ。ああ、確かに。なんか仕事の悩みの全てはなんか人間関係で、仕事の結果が出ないことが悩みなんじゃなくて、結果が出なくて詰められるのが辛いっていう。そう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 、そうなんだ。まあビーツみたいな詰められなさすぎるみたいなのもあるけど、うん、いやなんか優しいですよね。ビーツはどっちかっていうと自分で気づくというか、まあ気づく人が、え、でもそれちゃんとやっぱ最初のうちはちゃんと言ってあげるんだよね、うん。いや、企業は面白いですね。はい、ありがとうございました。